MC の森氏です。今回はダンスドリルに潜入してきました。森さんもトレーナーとして参加してたんですか？そうです、のびちゃんの撮影プラストレーナーとして働かせていただきます。頑張ります。実際ダンスドリルっていうこういう会場で、はい、こういうなんかストレッチブースあるのってどう思いますか？結構こう、はい、高校生とかが今日多いって聞いたので、はいはい、多分こう普段できないストレッチって多分行くとか難しいと思うので、うん、なんかこういうところでやることによってちょっとこうストレッチが文化になってくるのがすごくいいのかなって思います。ありがとうございます。ちなみにダンスはやっていたんですか？ダンスは高校と大学でチアリーディングをやってました。クイズですね。あ、そうですか。はい、あ、そうです、そうです。ハエのやつやってました。すごいね。じゃあ体とかも結構柔らかい、はい、柔らかいです。はい。じゃあ昔から自分で結構ケアとかはしてましたか？そうですね、ちょっと自分でストレッチとかはしてました。なるほど。はい。じゃあ、スイントレーナーはダンス部に入ってますか？入ってます。お、はい、そうなんですね。はい。月にどのぐらいやってますか？月に1から2回はやってますね。そうなんですね。はい。やっぱ楽しいですか、ダンス？楽しいです、結構。はい。社会人になってダンスを踊れると思ってましたか？いや、もう思ってもなかったんではい、はい、なんか部活でそういうのがあるって知って、あ、じゃあちょっとやってみようと思ってやったので、はい、はい、結構楽しいです。あ、よかったです。はい。ちなみに昔の将来の夢とかってありますか？昔は某テーマパークのダンサーになりたいなって思ってました。これですかね。これです。これですかね。これにちょっと、はい、なるほど。はい。でもなんでそうじゃなくてトレーナーになったんですか？まあ、一応なんか現実を知ってて、はいはい、ここはちょっと難しそうかなっていうのが一個と、あとこう大学の時に怪我をして、はい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 、でそういう周りにトレーナーさんみたいな人がいて、うん、あ、こういうお仕事もあるんだなって思って、ちょっと調べたらドクターストレッチがあったんで、あ、ちょっとそっちに行こうっていう風に決めました。なるほど。はい。今トレーナー歴は何年目ですか？6年目になります。お、長い。意外と長い。はい、意外とすごい。はい。新卒で入社して、あ、そうです。はい、そうです。伸びてるはどうですか、会社全体で見ると？でも結構こう上の方とかも結構仲が良かったりとかするので、うん、接しやすかったりとか、うん、あとみんなやっぱ明るくてポジティブなので、いろいろ相談とかもできてすごくいいなと思います。なるほど。はい。ちなみに将来どんなトレーナーになりたいとかありますか？将来はやっぱこうお客様に必要とされるトレーナーになりたいなっていうのと、うん、あとはやっぱチアをやってたので、うん、チアにもうちょっとこういうストレッチとかを教えたりとか伝えられるようなトレーナーになりたいなって思います。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ末のトレーナーでした。ありがとうございます。こんにちは。ダンス経験のあるプロのストレッチトレーナーが皆さんの体をケアしていきます。言いながら頑張る。こんにちは。実際に、まあ、パーソナルストレッチ受けてると思うんですけど、いつも自分とやるストレッチとの違いとかってありますか？普段伸ばさないところとか結構重点的にできてしっかり伸びてます。なるほど、ありがとうございます。ちなみにダンスの種目は何ですか？バトンです。バトン、バトンだと結構なんかどこが硬くなりやすいとかありますか？股関節。結構そこら辺が硬くなることが多い。普段は自分でストレッチしてますか？どのぐらい時間やってますか？10分から15分。自分で普段ストレッチとかやりますか？部活やる前にやります。結構体疲れやすかったりします？部活で結構筋肉痛とかなります。あ、そうなの。どこが特になる？太ももとか、あ、腕とか腰とか。結構全身。全身。あ、そうなんだ。なるほどね。それは結構辛いね。確かに。ちなみにこう今初めてパーソナルストレッチ受けると思うんだけど、自分が普段やるストレッチとなんか違うところとかありますか？普段の柔軟に伸ばさないところとかを伸ばすから
ちゃいいなって思う。ありがとうございます。めちゃくちゃいい答えもらいました。普段自分でストレッチとか自分ではしてます。いつやってますか？お風呂上がりとか、お風呂入る前とかに。前に、そっちの方が両方やる方が効くかなみたいな、思ったりしてやってたりしてます。なるほど。男性結構柔軟性は大事ですか？大事です。そうなんですね。いつも普段決めてストレッチやってると思うんですけど、なんか違いとかってありますか？しっかり聞きたいところを押してくれたりしてるから、なんかすごい聞いてるのが分かるし、すごいしっかりいつも以上伸びてるなって思います。よかったです。さすがです。よかったです。それではフルのトレーナーに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。フルのトレーナーは実は選手なんですよね？そうですね。何の選手なんですか？僕はバトントラリングをまだ現役でやってます。すごい。はい。今自分の成績で言うと、成績で言うと、はい、世界一2回取ってます。すごい。すごくないですか？世界2回取ってる人がドクターストレッチで働いてるっていう、すごいですね。はい、で今日も実際にその教えてる教え子たちがこう出てるっていう。そうですね。今期から振り付けをさせていただいている学校の生徒が出場させてもらってますね。なるほど、はい、やっぱストレッチは大事だと思いますか？バトンの中でも大事ですね。僕自身も体が硬い方で怪我とか多かったんで、ストレッチはもう絶対必須です。マストです。そうなんです、はい、まあ、その子の体に合わせたセルフストレッチとかを一応伝えるようにはしてますね。さすがですね、はい、役に立ってますね。もともとなぜそのトレーナーをやろうと思ったのか教えてもらっていいですか？僕、まあ、指導者も今やらせてもらっててお伝えしたんですけど、はいはい、まあ、指導者でそういう体のケアができる人はまあなかなかいないんで、そうですね。それができたら最強の指導者だろうと一番を目指してそうですね。でこの道に進みました。今後、はい、トレーナーはトレーナーとしてどうなりたいのかあったら教えてもらっていいですか？結構若者とかは僕は得意かなとか思うので、はい、まあ、結構こういう機会もダンスとか、はい、ちょっとバトンやってる人とかはストレッチプルノ君にやってもらいたいなとか言って店舗に来てもらいたいですね。確かにそうですよね。知ってる人がやっぱりいるとすごく安心ですもん ね、はい、なるほど。ありがとうございます。今後とも応援しております。ありがとうございます。ありがとうございました。せーの、ストレッチメン。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ優勝した今のお気持ちを教えてください。総合優勝することが夢だったので、このメンバーで取ることができて本当に幸せです。総合優勝できた一番の要因、理由ってどんなところにあると思いますか？そう、やっぱりチームワークの良さが一番の理由かなって思います。私たちのチーム練習しててもすごい仲が良かったりとか、練習外でもいろいろ話しててすごい仲いいなって思うところがあるので、チームワークを出したのが良かったのかなって思います。ありがとうございます。じゃあ今年総合優勝して、来年、今後の目標とか将来の夢を教えてください。今回総合優勝いただけたので、結果だけじゃなくてもっともっといい演技をお届けして、結果としても何連覇もしていけるように頑張っていきたいです。今回副賞としてドクターストレッチ、60分チケット人数分もらったと思うんですけど、体のどこの体の部位を伸ばしたいですか？足今日までたくさん練習してきたので、疲労が溜まってる足をありがとうございます。